そうね。僕はね、ちなみに話すと、はい、まあちょっと出すとくの大丈夫かなみたいな感じなんだけど、僕としては、まあ好きになったきっかけを言うと、まあ千本桜ですね、完全に。ド定番曲だと思うんですけども、ボカロといえばの代表曲だと思うんですが、千本桜を聴いたときに、まあその思ったのが、シンプルめちゃくちゃ難しいな、この曲と思って、音程高いし。あ、まあ千本桜、ボカロの中では簡単な方なんですけど、機械が歌ってるので、やっぱこう人が歌うってなるとむずいんですよ。でもやっぱ歌い手の方とかは、こうすごくうまく歌ってる方、特に千本桜なんてめっちゃ歌ってる人多かったんで、当時。みんなうまいなみたいな感じで思ってて、まあ僕はやっぱ思ったこと、俺もうまく歌いたいなっていうのがありまして、もうとにかく千本桜聴き込んで、当時あのまだ、まあ、ダスト君と絡む前だったんですけど、あの高校1年生の時に結構みんなでカラオケによく行ってたんですけど、みんなで千本桜歌うみたいなことが結構多くて、でなんかその時に俺は比較的歌えた方だったというか、その音程的に言うと、なんか楽しかったね。だからそれがなんかシンプルに、いやこれなんかもっといろんな曲知りてえなみたいな。あ、やったらもう千本桜よりももっと難しい曲がもういっぱいあって、いやこれ歌えたらかっけえなみたいな、めちゃくちゃいっぱいあってとにかくなんかね、難しい曲が歌える人っていうのはかっこいいと思ってたの、俺としては。ボカロはもうもはや人が歌ってるものじゃないから、俺歌えたらやばいだろみたいな、うん、人間超えんじゃないみたいなやっぱ六兆年とイチャ物語とかローリンガールとか、この辺めちゃくちゃ難しくねみたいな、こうなんか聞くたびに思うんですよ。うわここの高音出たらかっけーなーみたいなあでシンプルにね、そこの曲の難しさかな、うん、俺としてのボーカルの魅力で、難しいんだけど歌いたくはなるのよ。カラオケで歌いてってなるから、難しい曲っていやこれ歌えねえからいいかなみたいな、はいはいはい、諦めちゃうと思うんだけど、ボーカルはね歌いたくなって人間させていただきますみたいな感じで、なんかね今はそれをちゃんめっちゃ思ってるかって言われるとそんなことはないです。今はシンプルに曲が好きな曲を聴くって感じなんだけど、まあ、名残としてやっぱこの聴いてたからっていう感じで残ってるし、ダスト君に紹介してもらったらやっぱ当時すごい好きだったんで、そういった理由で、だからこそ馴染むんですよね。で僕としての魅力はそこなんですよね、音程の高さというか。あーなるほどね。しかも初音ミクとかさ、鏡音リンは女性じゃないですか、うん、女性キーでさらに機械、いや無理やろ、わざと無理やり高い音出させるために作られた曲とかあるぐらいですからね。ああなるほどね。まあでもやっぱねその消失だよね、やっぱ一番の衝撃だったのはこれ歌えたらやべえだろみたいな、うん、あれはね人前では披露したことないです。だそのあだからねボカロの、まあ、魅力なんですけど、歌うことの楽しさあはありました。やっぱ歌い手さんが歌ってみたって動画を出してあれだけ再生されたりとか、あれだけ歌い手がめちゃくちゃいるとか、歌ってみた動画が一時期めちゃくちゃ流行って、もうめちゃくちゃあったじゃないですか。俺らが多分中3から高1,2ぐらいまでか、その頃はもうすごかったじゃん。そうね、歌い手もめちゃくちゃいっぱいいるし、どんどん増えるし、だからそこもやっぱりその歌いたくなるっていう部分なんでしょうね。やっぱ歌がうまいって思うしね、ボカロ歌えるってだけで出んだあれって思うもん。歌いがいがある感じだよね、やっぱ。歌いがいめっちゃありますね。極端なし、歌ってるだけじゃんっていう曲が評価されるレベルっていうのは、やっぱそれだけ元の曲がすごい難しいっていう。そうなんですよ。ことに繋がってくるし、ボカロの魅力って部分で言うと、ちょっとそのもし的外れかもしれないですけど、僕高校1年生の時やっぱその憧れてた歌い手っていうのがグルタミンさんとマフマフさんの2人なんですが、もう今2人ともプロで活躍されてますが、やっぱ男性なのにすごいえらい高い声出すっていう共通点があるんですけど、いやちょっと出してえな。まあこんなところですかね。そうですね。まあというわけで僕らの思うボカロの魅力でございました。はい、まあ、ボカロ好きな方もしよければ皆さんの思うボカロの魅力教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。というわけなんでジャスコ。